嵐が近づいている。人類は絶望と終焉の淵にあり、世界は変わろうとしていた。だが人々は気づいていなかった。自らを滅ぼす力の存在が永遠に失われようとしている自らの未来に。時に西暦1047年、今 王客の旅が始まる。夜の魔物どもよ、知るがいい。彼はお前たちを目指してやってくるのだ。行け我が友よ、この強敵を打ち破るのだ。オブリウィーム、センピテルレモリス。誰もが逃げ出すような試練に 人を立ち向かわせるものは何か。押しつぶされるほどの孤独か。違う。愛だ。戦士、お前は今この世で何が起きているか分かっているのか。天界との繋がりが断たれたために神から切り離され、地上に魔物がはびこっている。私の妻マリ、 この地をうろつく魔物に襲われ殺された。愛する者を運命から救い出し、自らの力を証明するがいい。私はクローディア、ロード・オブ・シャドウを倒して力を奪うつもりね。あなたは人間を救い、そして愛する人を取り戻そうとしている。でも怖くなくないわ。だから私たちも一緒に行く。 迷ったのかい。そうだろう。ご主人様から来ると聞いておった。主人とは誰だ。王に決まってるだろう。天使の王様じゃ。<笑>私を探しているようだな。お前たちは人間を裏切った。だから世界は闇に覆われたんだ。<笑>愚かな口を聞くな。 面に秘められた恐るべき力は、それを使う者に無限の可能性を与えるという。死者を蘇らせ、世界を地球に収め、天地の万物を破壊して神自身に挑むのだ。神は我らを見捨てたのだな。闇の魔物たちが人々を襲う、地上から葬り去ろうとしている。その予言とは。 汚れなき心を持つ戦士がロード・オブ・シャドウの力を我がものとし、その力で魔というを滅ぼさん、そう記されている。奪われてしまった力を取り戻し、再びこの地上と天界を一つにすることができる。そして分からないのか、ガブリエル、君の妻は蘇る。あの山を越えたところにヴァンパイアの国がある。 お前はなぜ私を助けるんだ。私がお前を助けているとは思うか。それは間違いだ。誰かのためにやっているのではない。肝に銘じておけ。ねえ、これで遊ぼう。悪いな、急ぐ。遊びたくないの。ロード・オブ・シャドウを探している。私とゲームしたらどこにいるか教えてあげるよ。ねえ、一緒に遊ぼう。 よし、近寄るでない。呪われよ、地獄に落ちるがいい。<笑>まだわからん。我々はそうやって生まれたのだ。貴様らがロード・オブ・シャドウと呼ぶ存在としてな。そんな嘘だ。自分をよく見てみろ。 お前は命を奪うことに興じている。道理なのだよ。お前と私は、貴様に私は止められん。今宵貴様の血を味わってやろう。ここから先は通さぬぞ。私の邪魔はさせない。彼が死ねばこの世は終わりよ。
闇の力に支配され、平和と希望は二度と戻らない。彼の汚れなき心、彼は私たちにとって最後の希望なんだ。闇の力に取り込まれるな、ガブリエル。いざ報いを受けよ、死の末裔どもよ。